それではこれより2024サガン鳥栖読谷キャンプイン歓迎セレモニーを、行ってまいりたいと思います。はい、サイクスの中央からだ、ウェルカムトゥ読谷、ようこそ読谷にお越しいただきました。それでは特産品の贈呈でございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。軸足の血液です。Lì senza rimbalzo e tu bassi. Ok. Yeah.
白が首位、勝ち点10、黄色頑張ってください。オレンジが8、だから黄色がいい色を見せて白倒してオレンジが勝てば逆転。青は勝ったら青は勝ったらビリは逃れる可能性はある。最後は勝ったらさらっと10秒ラストだぞ。もう全部出すよ、全部ラスト。最後のところで、最後のところ。はい、前振られる。 OK、 行かれー。はい、早く曲げるな。カバー、カバーしろ、カバー、決めるな、決めるな。カバー、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 カバー。そう、ビリ出したらもう一回前行こう、ビリ。Thank you.
もちろん評価あるから評価ですね。3位に1番シャレフブルで、やっぱりこういうところでしっかりトレーニングすると、その最後のゲームなんかが20キロあるからチャンピオンになれるチームのチャンピオンに限られたけど、最後の試合じゃリーグ戦で消化試合じゃないから、こういうのもすごく大切で、本当に1試合1試合大切に戦わなきゃいけないと思うわけ。このメンタリティーを本当に1年間持ってやるし、トレーニングもみんなが個人個人で時間意識すれば、それが自分のパフォーマンスにつながるし、評価につながるし、そういうものを1年間通ったりとかで、苦しんで負けるやつはもう仕方ない、じゃあ自分を上げればいい。このメンタリティーでみんなでやる、ナイスゲーム。はい、お疲れ様です。はい、ゴール頼むよ。これ誰か分かります？これで分かる。あ、分かんないかも。タイチっぽい。あ、確かにタイチっぽい。これ